ホープフルステークスにトップナイフを出走させる困窮者の本助手にお話を伺います。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えていただけますか。そうですね、中間はもう改善している形で、まあ、順調に、進められてますし、その疲れもなく、長距離面も話してくれてますし、状態は変わらずいいと思います。仕上がり動きはいかがでしょうか。仕上がり自体も問題ないし、こんだけ競馬使ってる馬なんで、調教でやることっていうのも限られてるんで、特に大きな課題もないですし、順調です。はい。現段階でのですけれども、この馬の良さを教えていただけますか。そうですね、一つのでかいことを挙げるとしてれば、やっぱりその、おとなしいっていうのがやっぱ一番ですね。はい、こんだけ、夏から使い続けて、廃材っていう形で帰ってきてからも、ちょっと使い攻めなんですけど、もうテンション上がることもなく、馬房でも落ち着きがあって、乗っても落ち着きがあって、その馬、それがこの馬の、一番いいところかなと思います。はい。使いながら良くなっている部分はありますか？そうですね、アギステークスの、大返しの振り切りから、やっぱ馬の動きが、そこで大きく変わったっていうのがポイントですし、使いながら、この面では成長しているのかなと思います。はい。前回の京都2歳 S を振り返っていただけますか。はい、乗り役の方も調教師もおっしゃる通り、4×での振りがかなり痛かったですけど、そこで答えずに最後まで乗っていってくれたんで、さすがすごい馬だなと思いました。はい。前回の競馬内容を考えると相当能力が高そうな印象を受けたんですけれども。そうですね、夏からノリさんも、乗り足に関しては、惚れてましたんで、競馬に、これで安定した走れるようになって、さらに今後は楽しみかなと思います。はい。今回は中山の 2000m が舞台になります。はい。まずは長距離輸送に関してはいかがでしょうか。輸送に関してはやってみないとわからないですけど、実質おとなしいですし、なんかクリアしてくれるんじゃないかなと思います。はい。2000m という条件はどうですか。そうですね、条件自体は距離自体もコース自体も立ち回り上手ですし問題ないかなと思います。はい。多頭数での G1 の舞台となります。最後に見通しをよろしくお願いします。かなり苦しい競馬を前回経験してますし、今まで花切ってた馬も年功で競馬できるようになってますし、競馬使うごとに成長を感じるので、はい、今回は大舞台ですけど、競馬してくれると僕らは思います。